はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はライバルズの方やっていきたいと思います。今回ゾンビテリーデッキの紹介なんですけども、これ、視聴者さんからいただきましたデッキになります。はい、これ、視聴者さんからね、もらったデッキ使ってみて分かったんですけど、これ、まあ、ニュートラルカード、まあ、どんなリーダーでも使えるカードなんですけど、自分のデッキからパワフルバッジを持つユニットを1枚引く。強え！もちろんゾンビテリーなんでパワフルバッジをうまく活用していくデッキなんですけども、パワフルバッジを持っているキャラクターモンスターっていうとガスと、ヘルオーディン、そしてこのレオコーンの3種類、計5枚なんですよね。なのでほぼ確定でこのまあガスともしくはヘルオーディンですね、強い。しかも攻撃力が3あるから敵さんとしてはめんどくさいであろう。で、敵さんにアグロデッキだって勘違いさせるのにも持ってこいかなと。あと、確か最初入れてたんですけど、このマーモンが、ゼロコストになって、このレオコンのパワフルバッジが出てる状態だったら、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。6ダメージが失踪して飛んできますからね。プラス、このダークランサーっていう、一時期流行ったかなって感じのキャラなんですけども、貫通を持つ他の全ての味方の攻撃力を、攻撃力プラス1。スキルブーストをすることによって攻撃力がさらに上がっていくと。で、こいつは貫通ってことは、ヘルオーディンのこの貫通がめちゃくちゃ役に立つと。だから、ゾンビ系のパワフルバッジ3つ全部起動した状態で、しかも最後ダークランサーを使うと、もう、しっちゃめ、もう、ラメラメラって感じですよね。どういう意味でしょうかね。まあ、とにかく強い。とにかく強いと。わかりました。で、なんでオルゴデミール入ってんのって思ったら、よくよく考えたら、こいつの第3形態、第4形態はゾンビ系なんですね。はい。だから、第3形態とか、6点ダメージが失踪で飛ぶ可能性があるっていう。はい。強いです！やばい強いです！というわけで、ちょっと今回はこちらの方でやっていきたいと思います。ちなみに、練習しまくっていきました、プラチナ。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。敵さんは魔剣士ピサロさん。ピサロさんは全環境ではあれにめちゃくちゃ苦しめられた記憶があるが、しかしヘルオーディングが手に入っている。ただあれなんだよね。高校を取られてるので、1コストのカードが欲しい。来る！ありがとう。しかも3コストのドクロ大臣。こいつは死んだ1コストのカードをね、1コストのゾンビユニットを復活させる力持ちですので、まあ、昔使ってた、なんだっけな、デスプリストみたいなやつですね。地形マスに召喚すると、死んだ3コスト以下の何っていう能力あったじゃないですか。でも途中でさよならしましたけど、あいつみたいな感じですね。あとは2コストのカードが来ればいいかなと。転送スキルも使っていきたいところではあるんですけども、余裕がないですね。ちょっとじゃあ言霊使いを置いてテンション上げましょう。でガストが来てもなかなか良かったんですけど、まあ3コスト、次敵さんの動き次第ですけど、どうかな。相打ちタイプはちょっときついですよね。今できることなら1回は殴った状態でやりたい。嘘だろ。アグロではないとは思うけど、結構めんどくさいな。おこいつが強いんだ。こうして、まあ、自殺、ちょっと残念ですけど自殺してリエイラーのテンションを上げますと。でまあ今の結果、ドクロ大臣のこの死亡時の力でどっちが出るかわからないって感じですね。で魔物使いは結局死なないとダメなんで、さあ死にますか。さあ死にますかって。お化けキャンドル、ゴースト、アグロではない。ピザロにアグロとかあるの？ドクドクゾンビ、これ高校取った時はめちゃくちゃ強いですよね。よくなんだっけ、
フォレストバットみたいなやついるじゃん。あれと似たような感じ。じゃあとにかくここは大臣出しましょう。大臣出し、ガストが手に入るんだったらガストでもよかったけど、ここはテンション上げましょう。うん、こういう時に限ってガスが手に入るんだよ。いや、できることならドクル大臣に行ってほしかったね。私のターン。さ、敵さんのターンです。まあまあ困ってるとは思うんですよね。あ、もしアグロだとしたら結構処理されてるんで、ムキーって感じだと思うんですけど、ピサロナイト。ただまあ、ヘルオーディンがいるので、はい。次のターンはヘルオーディンで守護を張れますので。いや、どうだろう。ガストからの独特ゾンビがいいかな。これアグロじゃね？これアグロじゃね？そんな気がして何年だか。もし敵さんがアグロだという場合は、あー、ちょっと。これはきっちりですね。きっちりきっちりですね。こうします。で、こうしましょう。で、今回ガスト出したので、もう次からいい感じに動けますぞ。ゾンビタイプは攻撃力が上がりました。で、ちょっともったいない、もったいないか、まあ、とにかくテンションスキルも使いましょう。ちょっと怪しいので、はい、ゴーストを取ります。可能な限り有利トレードしていきたい。ただ敵さん高校だったからカード手札が多いんですよね。きついな。ここで敵さんの何が出てくることやら、あの凍てつく波動がきついかな。あのドクロ大臣は、あの死んだ後もそこの場にフォロワーが出るから、ウォール張れるんですよね。この3匹でウォール張れるから強いんですけど、死んでほしくない。死んでほしくないぞ。ピサルナイトで1体取られるとしたら、あー、嫌な予感しかしねえよ。嫌な予感しかしねえよ。亡霊剣士ダークランサー、おお、ダークランサーいいな。そういうチクチクタイプのアグロっぽく攻めつつってデッキか。いやいや、困った。まあ、次は、ヘルオーディンで守護立てながらしないと、死んじゃいます。あ、2枚目のヘルオーディン。痛い。痛いから、勘弁して。ドッグヤズキンさん、勘弁して。よいしょ。ヘルオーディン。で、これは、相打ちで取っとかないと、やばい。OK、これでゾンビ系の、フォロワーは貫通が手に入りました。あとは並べた後にダークランサーでもいける。敵さんテンションスキルがないのでデスピサロンになることもなければ、ピサロナイトが並ぶこともないでしょう。ただここでゴーストが出るとウォール張れないんですよね。ウォール張れないから疾走系なんだっけ、はぐれメタルとかだったら飛んでくるぞ。でもまあ守護張ってるが、まあすぐには突破されないでしょう。ザキザラキーは僧侶だったから大丈夫。負けんし何かしてくれるとしたらオーレンあたりかな。で、ほらゲーマーだよ、ほらゲーマーだよ。このゲーマーが取れねえんだよ。見せてやるぜ。このチクがきつい、マジできつい。どうする。ウォールを張りつつ死ににくく、今何コースあるんだ。じゃあドクロ大臣で守護っぽく張りつつ、亡霊剣士お前、亡霊剣士お前、死ぬ気でいけ。最悪次のターンに決着をつけたいところ。まさかこのターンで飛んでこねえよな。10点。今のピサロはゲマが主軸だと思ってたけど、どうだ。ミミックめんどくさい。相手の手札が6枚以上ある場合だろ。大丈夫だ。守護が晴れてないぜ。できないよ。
守護が晴れてないんだ。ウォールが晴れてないので、5点、7点、7点、14点。え？で、それに、ダークランサーのこれを、ぶち込むことによって、残念だったなぁ！つえぇ。あー、ほんと負けんし、ピサロさんのゲマ大嫌い。まあ、普段、っていうか昔使ってたやつはギガスラッシュあるからいいんですけど、このデッキ特技カードゼロだから。いやはや、強いデッキでございます。皆様おすすめです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。